この時間はゲストをお招きしています。本日ジャスダックに新規上場した株式会社マグマグ代表取締役社長松田康文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。知名度の高い会社ですので、はい、知っているという方多いかと思うんですけども、ありがとうございます。会社の概要からご紹介いただけますか。はい、かしこまりです。で、簡単なのは株式会社マグマグの紹介からさせていただきます。で、株式会社マグマグですが、設立は1999年の1月というところで、もう20年以上にわたって運営しております。で、現在ですね、従業員数としては35名おりまして、役員構成としては私が代表させていただいてまして、でその他取締役として2名、あと社外取として1名、あと監査役で3名という形で、非常によく話をしてるんですけども、非常にコンパクトにされてますねというのをよく言われます。はい、続いてこちらが経営理念ということなんですけども、はい、そうですね、マグマグの経営理念は左側に書いてます通り、伝えたいことを知りたい人にというのを掲げておりまして、で右側の絵を見ていただきますと分かる通りなんですけども、左側に伝えたいことを持たれている方で、右側に知りたい人という形になってまして、その間をつなげるというのがマグマグの大きなミッションというのがなっております。では事業内容についてご紹介いただけますか。はい、で事業内容としてはですね、この3つございまして、まず1つがですね、プラットフォーム事業という形で、いわゆるメールマガジンを中心としましたコンテンツ配信のプラットフォームを運営していると。でもう1つがメディア広告事業というものでして、4つのウェブメディアを中心としてまして、そちらの中心に展開しているものと、あとはですね、クリエイターの方々がやはりメールマガだけではなくて、読者の方と少し触れ合いたいですとか、あとは少しセミナーしてみたいといった形のところを弊社サポートしておりましたので、そういったものを含めてその他事業という形で含めて、この3つの事業を展開させていただいてます。はい、3つということですけども、さらに詳しく教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。やはりその他事業としては非常に売上としても少ないんです。で、主な事業としてもこの本当に左側のプラットフォーム事業と右側のメディア広告事業というものになっておりまして、左側のマグマグを中心としたものと、あと右側のマグマグニュースを中心として4つ展開しているメディアというところがありますので、こちらは本当に非常に弊社としては大きな柱となっているというものでございます。はい、ではプラットフォーム事業ですけれども、どんな特徴がありますでしょうか。はい、左側のマグマグですが、もう本当に20年以上にわたってメールマガジンの配信プラットフォームというところを提供させていただいております。で、無料で読めるものもありますし、あとは有料メールマガジンですね、こちらの月額で例えば500円お支払いしていただいて、月額で読んでいくというサブスクリプションモデルというのをずっとやっておりまして、こちら非常に大きな弊社の特徴となっております。で、メールマガジンとしては今6500紙ございまして、読者としても750万人の方にご利用いただいているというところで、非常に大きなプラットフォームかなというふうに感じています。でですね、今年の4月にやはり弊社としては伝えたいことを知りたい人にという理念を叶えるためにですね、やはりメールマガジンだけでは良くないと、もっともっと伝えたいことを増えていきましょうと、増やしていきましょうという形で、今年の4月にリリースしたのがこのマグマグライブという右側のものになっております。で、こちらも現在としてはマグマグユーザー向けライブ配信という形で機能を提供させていただいておりまして、アプリで配信できて、アプリで見れると、でコメントも打てるというようなものになっているというのがプラットフォームの今中心のサービスとなっております。これはコロナでライブ配信も始めたというわけでもないんですか。わけではないですね。やはりその他事業でやはりイベントやってみたりとか、そもそもイベントやりたいというところは、やはり読者の方々とクリエイターの方々がすごい身近にコミュニケーションを取ったりですとか、そういった読者の方々に対して、クリエイターの方々が自分たちの価値をメールマガ以外でもお伝えしたいというところがありましたので、オフラインでやはりイベントをサポートして、でオンラインであればやっぱライブでしょうというところで、機能開発してきたので、ようやくリリースできたというのがマグマグライブとなっております。はい、ではもう一つの、メディア広告事業についても教えていただけますでしょうか。はい、でメディア広告事業ですが、こちらの4つのウェブメディアを中心としております。で弊社としてはやはり一番大きいのはですね、左上のマグマグニュースとなっておりまして、でこちらをリリースさせて、その後マネーボイス、トリップエディターで、右下のバイゼムという形で順番に、リリースしてきました。で非常にメディアという形でよく勘違いされるんですけれども、いわゆるキュレーションメディアとかですね、いったようなものではなくて、弊社としては非常に特徴的なのが、マグマグで配信されている記事ですね、クリエイターの方々に組織許可をいただきまして、やはりメールマガジンですので非常にクローズドで、読者の方にしか届けなかったものなんですけども、そちらを少しメディアという形で大きく、広く見ていただいて、いろんな方に読者に見ていただきましょうと、せっかく伝えたいことがあるのであれば、読者の方々だけではなくて、少しやはり小出しにしてでも、ウェブという形で表に出して伝えていきましょうと、
いうのであのクリエイターの方々にもご協力いただいてリリースできているというのがこちらのウェブメディアの非常に大きな特徴となっています。で特にやはりあのマグマニュースがあってでその次左下のマネーボイスという形であのやはり金融系のメディアなんですけれどもマネー系とか金融系のまあ記事が多かったりクリエイターの方も多かったのでスピンアウトさせていってで次はやはりあの旅行という形で、まあ、少しあのビジネス職から離れたものとしてまあトリップエイダーという形であとあの非常にニッチなんですけども非常にあのリッチな方々と今呼んでいるんですけども非常にあの、まあ、恋愛とか悩みとかそういった方に対しても非常にいい解決できる方々もいらっしゃいましたのでバイゼムという形であ、まあ、悩みを少し共感を得ていきましょうというのでそのメディアとしてトライしていきましょうというのでリリースしたのはこの右下のバイゼムというのになっております。あ、はい、では続きまして業績について教えていただけますか。はい、そうですね、業績についてですがこちらのグラフの下側の赤いところがいわゆるプラットフォーム事業の売り上げになっておりましてで上側のピンク色があのメディア広告事業で少しグレーで薄いんですけどもその他事業という形で非常に売り上げとしては薄いという状況です。で左から2番目の2016年9月期はこちらの非常にへっこんではいるんですけども10ヶ月分で気代わりしましたので、まあ、10ヶ月分の数字になっています。ですので、まあ、非常にあのちょっと右肩上がりに成長してきたかなというふうに感じてはいます。でただやはりあの少し今年はコロナの影響もございましたのでやはりあの広告の部分でメディア広告事業は少しあの売り上げが下がってきているという状況でありますが、まあ、非常にあのプラットフォーム事業とメディア広告事業とできちんと半々ぐらいの売り上げになっていて、まあ、非常に事業のポートフォリオとしてもあのきれいになってきたというような状況でございます。あ、はいはい、こちらが売上高ということなんですけども、はい、利益の方はどうでしょうか。あ、そうですね、利益の方もやはり昨年に比べますとやはりそのメディア広告事業の部分で売り上げが下がりましたので、まあ、利益は下がってはいるんですけども逆にプラットフォーム事業の方は非常に堅調でございますので今期の予定としても大体 1.4 億円ぐらいの営業利益もきちんと確保しまして着地できるというところで非常にこういった不況に近いとこういった市況においても非常になかなか左右されずに非常に固くそこがたかの営業利益確保できているかなというふうに感じております。あ、はい、では続きまして御社の強みということでいくつか挙げていただけますでしょうか。はい、まあ、弊社ですねやはり20年以上渡ってサービスを運営しておりますので本当にメールマガジンの数としても6500紙で読者の方も今750万人いるというこのやっぱり非常に大きなアセットがありますのでここも弊社にとって今一番大きな強みとなっております。あ、はい、まずはユーザー数ということですね。はい、ユーザー数ですね、はいはい、そしてこちらがユーザーの属性ということなんですけども、はい、そうですね、属性ですね。で左側がメールマガ読者右側がウェブメディアの訪問者となっているんですけどもやはりあの少しですね、まあ、左側とか右側の下の方を見ていただくと分かるんですけども45歳から54歳とか、まあ、右側のウェブの方ですけども35から44という形で少しあのやはり年齢高めの方が読まれているというのは非常に大きな特徴です。やはりあのビジネス系も多いこともあるんでしょうか、ね、メールマガとかメディアについてもやっぱ6割7割ぐらい男性がいるというところはあの非常にあのユーザー属性としてもあの非常に、まあ、可処分所得が高いといいますか、まあ、情報の感度が高くてきちんとその対価を払える方々が、まあ、弊社のユーザーの属性になっているというのは非常に大きな強みとなっています。はい、そして強みの3つ目。はい、でこれがですね弊社で一番強い大きな強みとなっておりましてで上側がプラットフォーム、まあ、下側がメディアという形で中心になっているんですけれども、まあ、これまであのプラットフォームのアセット先ほどありましたユーザーの方々とコンテンツがユーザーですね、まあ、そこのアセットを生かしてこれまでメディアというものを大きくしてきました。でメディアが大きくなってきますとやはりあのこういった方々があのメルマガ書いてます記事書かれてますコンテンツ配信されてますという形で紹介してきますのでそれでファンが増えるとでファンが増えるとやっぱりプラットフォームに戻っていくでプラットフォームに戻っていくと、まあ、クリエイターの方々もやっぱり集まってきてまたコンテンツが増えるというこのサイクルを回しているとこの両輪のサイクルが、まあ、弊社としては非常に大きな強みとなっています。はい、はい、では今後のビジネス展開についてもお伺いできますでしょうか。はい、そうですね、でやはり売上としても半々になりましたしあの非常にプラットフォームの、まあ、ユーザー数に対してメディアが追いついてきたというところがようやく、まあ、去年今年ぐらいになってきたなという感じてます。でやはり左側の両輪が今きちんと回り始めたというところは、まあそうまあ、ベースにさせていただいてましてやはり今回のマグマグといえばやっぱメールマガジンですねというのは非常にまあ印象として強かったなと思うんですけれども、まあ、マグマグの理念としては伝えたいことを知りたい人に届けるというところがありますので次はやはりプラットフォームの方に投資をいたしまして、まあ、ライブ配信もそうなんですけども、まあ、テキストとか画像だけではなくて動画音声も含めてまあコンテンツの多様化させていくとあとは皆さんのスマートフォンとかスマートスピーカーとか、まあ、いろんなデバイスが出てきてますので配信手段の多様化という形でまあ届け先の方々の体験も増やしていくというところをこの両輪の上に乗せていくとでプラットフォームが大きくなるとまたその両輪に回ってますのでメディアが大きくなるというところが弊社の大きな強みでございますのでそこを含めて次はプラットフォームに対して投資をしていくと
というところで成長させていくというふうに考えています。はい、御社がこのタイミングでの上場ということに関しまして、はい、興味持っている方も多いかと思うんですけども、 そのあたりいかがでしょうか。そうですね、できますとやはり自分が就任した時からやはり上場したいというのはずっと挑戦し続けてきたというのとなってます。でそれはなぜかと言いますと、やはり弊社プラットフォームをやっておりますので、やはりきちんとした経営基盤を持って、であとお一人公の器として、まあ、株主の方もそうですしユーザーの方もそうなんですけども、きちんと経営を、まあ、評価していただいて価値を見出していただいて、まあ、例えば僕はなんかお金を使いまくって遊んでしまって、まあ、マグマがなくなるというのは非常によろしくないですので、やはりきちんと公の器としてまずプラットフォームやってますから上場させたいという思いが強かったです。であとは利益の確保っていうのもできてきましたので、そこも含めまして、まあ、利益も確保できてますし、まあ、こういう状況になったとしても、まあ、きちんと赤字になるわけでもないというところがありましたので、まあ、上場させていただいたというのが、まあ、今回大きなタイミングとなっているという状況です。わかりました。はい、では最後に、投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、でマグマはこれまで20年間にわたってメールマガジンの配信プラットフォームをやってきております。ただしですね、やはり弊社の理念としては伝えたいことを知りたい人にというのを叶えるために、まあ、いかにして総合をやっていくかというのが非常に大きいので、まずこの上場スタートとして次の新しいマグマグに皆さんに期待していただいて、まあ、投資家の皆様、株主の皆様には応援いただきたいという思いがありますので、どうぞ引き続きマグマグをよろしくお願いいたします。はい、この時間は株式会社マグマグ松田康文さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。